決勝レースです。レッドテント、ブラックアウト、今スタート。さあトップ3はいいスタートを切って向かっていく。さあ鶴岡義弘が ロケットスタートを決めていくんですが、前がちょっと塞がっていてなかなか前に出ることはできませんでした。さあ鶴岡行き場を失ってそのままのポジションで1号ライト入っていきます。おお、これインサイド取り合い合戦が続いている。松山雄太トップの状態で2コーナーから3コーナーと向かっていきます。石井達也2番手、岩崎海3番手、この辺りは変わりませんが、さあそして3番手は今野サトシです。今野サトシが、さあこれ車速が伸びていくぞ、ここブレーキを踏まないとターンできないぐらい。さあこれ今野サトシのマシンはちょっといいかもしれない。なかなかすごいことになっているバックスレッジ。倉島トップ、4クラストップで今最終コーナーです。松山雄太がトップで悠々と戻ってくる。このペースでいけばもうこのままポールトゥーニーは間違いありません。そして岩崎海が2番手浮上、石井達也、そして今野サトシが、さあ1コーナーインサイドに入っていく。スリーワイドになっていきそうな1コーナーだ。さあどうだ、ここは今野サトシ、ここでポジションを1つ上げていく。しかし2コーナーに向かってはちょっと辛いかもしれない。今野聡のマシンがどんどん伸びていくんですが、石井達也の前に出ることはできません。もどかしい状態が続いている。さあそして倉島が今通過、その後ろは米山修司。さあ白とシルバーのマシンが続いていきます。岩崎海のペースがあんま上がっていかないぞ。石井達也が近づいてくる。さあ今野聡また1コーナーに向けて、さあインサイドにマシンを振っていく。しかしここはプレッシャーを与えるだけ。さあ前方の石井達也ブレーキング勝負。さあアウトサイドからオーダー、そして今野聡スピン、1コーナー撃沈です。頑張りすぎた。さあこれで石井達也は楽になりました。土屋浩太、大越海斗も続いていく。さあこの厚木カラーの新井義弘もそれに続いていく。今野聡はこのポジション。さあトップの松山雄太が1コーナー、そして2番手以下、さあ石井達也がピタリと後ろについて1コーナーと向かっていく。ライトオンでプレッシャーを与えていく。さあその後方からは鶴岡義弘、土屋浩太。さあ今野聡は今1コーナーをターンしていきますけども、おそらくねラップタイムとしては悪くはないと思います。1分18秒3です。さあ4クラスあたりのトップはもうね2コーナー立ち上がっていきましたね。さあトップの松山雄太が戻ってまいりました。そして石井達也ゼッケン141番。ああそして石井達也バランスを崩していったが、なんとか持ちこたえて最終コーナーへと向かっていく。いやーこれすごいねバランス感覚。鶴岡義弘、土屋浩太はここ、大越海斗はちょっと後ろで今通過。新井義弘、そして今野聡も今通過をしていきます。さっきの1コーナーでのスピンでちょっとタイヤにダメージを、ね、受けている可能性がありそうで、スペースがあんまり上がっていきません。新井の前には、ね、すぐ出れるぐらいのポテンシャルというか、ね、予選タイムあったんですけども、なかなか前には出れません。4クラストップはおそらくねゼッケン226、浦島選手変わらないと思います。あーそして最終コーナー1台スピン、鶴岡選手じゃないか。鶴岡選手が戻ってきません。さあ笹子のマシン、あさあ松山雄太が今バックスレッジ、ダガーからの岩崎海、さあ後方からは石井達也が来る。さあそしてここに先ほどまでいた鶴岡義弘と土屋浩太のマシンが見当たりません。今最終コーナーと向かってきました。さあ周回数は残り5周に変わっています。大越海斗も今通過をしていく。さあこれで大越海斗は4番手。さあそうなってくると鶴岡義弘ノーポイントか。さあそうすると石井達也現在は3番手のポジション。さあこれ逆転がちょっと見えてきている。そして石井達也がなんと逆転のチャンピオンに向けて残り周回もあとわずかになってきた。さあ12周の決勝レース2クラスのこのトップ争いは一旦決着というところでしょう。さあそして倉島のマシンも今通過をしていく。そして伊藤忠文も通過をしていきます。さあここが4クラスのトップ争い、まあ、最終コーナー立ち上がり、黄色のエッセが倉島のマシン、4クラスのトップです。
さあ G2 のマシーン松山雄太がコンプライアンス通過。さあ1コーナーに向かってインサイドギッチギチ桂島、さあアウトサイドから伊藤ちゃんが行くとサイドバイサイド、ここ2コーナーに向けてはどうだ、ラインをクロスして、いやここは一旦伊藤ちゃん失速。さあそしてキクチンが前だ、キクチンが前、亀井亮の前にキクチンが来ている、どこでオーバーテイクをしていったんだ。さあこれで4クラスの表彰台の一角争いは亀井と菊池のバトル、さあここまだ続いていくと2コーナーです。さあ残り周回は2周目と変わっていきました。さあ1コーナーと向かってきましたのは2クラスのトップ松山雄太、前方にはバックマーカーが見えてきています。あーここは伊藤ちゃんです。久しぶりのレースとは思えない素晴らしい走りがありました。ライトオンの松山雄太がファイナルラップへと入っていきます。2018東北660選手権 B グループ2クラス4クラス5クラスの12周の決勝レースファイナルラップに入っていきました。このランキングトップの鶴岡には届きません。さあ今2コーナー立ち上がり、さあ桂島選手は今1コーナーのアプローチ、なかなかこの倉島選手に追いつくことはできません。さあ残すコーナーはあと2つ、今1つ目そして2つ目を抜けて2018東北660選手権 B グループ2クラス見事ポールトゥーミン、松山雄太、そして山田もチェッカーフラッグ、岩崎海は2番手チェッカー、そして石井達也3番手、これでチャンピオン大越海斗は4番手チェッカー。さあ今度もチェッカーフラッグ、新井もチェッカーフラッグを受けていきます。さあ続いては4クラスのトップ倉島ということになりますが、その前に根本もチェッカーになるでしょう。桂島そして根本も今チェッカーフラッグ、桂島の後方でチェッカー、そして4クラスのホールトゥインは倉島たどりガッツポーズ。倉島選手すごく嬉しそうだった、あんなことするんですね倉島選手ね。練習投稿から全部一気に取れたんで、今日は完璧なリレーです。ちょっとプレッシャーだったらなくて悔しいです。チームチャンピオンおめでとうってすごい言われたんですけど、残念ながら違いました。今日の全ての勝因は米山選手のおかげです。取りたかったんですけど、なんか1周目で決まるかなと思ったら決まりました、ね、そのまんま決まって色もつけてたので、なんとか何て言うの。はい、ではよろしいでしょうか。全然参加で、ポイント、ボーナスポイントがあるので、どうがっかりか。今日はそうですね、ビリとして結構引き張ってきたので、できれば IT として気持ちよく運動できたらなと思ったんですけど、いろいろ初めてで、緊張してますから。